皆さんこんにちは。リポーターの西口です。今回は伊勢市の観光 PR キャラクター花照らしちゃんと一緒にインクルーシブスポーツを体験して紹介したいと思います。伊勢市ではユニバーサルデザインのまちづくりおよび心のバリアフリーに向けた取り組みを加速化させるため、東京2020パラリンピック競技大会に合わせ、パラリンピアンとの交流をきっかけに障害の有無にかかわらず誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向けた取り組みを推進する共生社会ホストタウンの取り組みを進めてきました。令和3年2月にはユニバーサルデザインのまちづくりおよび心のバリアフリーについて先導的かつ先進的に取り組んでいる自治体として東海3県で唯一内閣官房より先導的共生社会ホストタウンに認定されました。令和4年度からは新たに年齢や性別、障害の有無にかかわらず誰もが楽しめるインクルーシブスポーツの推進事業に取り組んでいます。令和4年5月29日日曜日には未就学児とその保護者を対象に第1回インクルーシブスポーツフェスタを開催しました。ボール遊びや玉入れ、しっぽ取りゲームを行い、みんなで楽しく体を動かしました。令和4年7月31日日曜日には第2回インクルーシブスポーツフェスタを開催しました。子どもから高齢者の皆さんまで幅広い年齢の方々に参加していただき、ボッチャやストラックアウト、SS ピンポン、バッゴー、車椅子体験などを行いました。このような活動を通じて共生社会の実現を目指しています。さらに令和4年5月にはパラスポーツの普及促進を目的に県内の自治体としては初めての伊勢市パラスポーツ協会が発足しました。今回は伊勢市パラスポーツ協会会長小林明弘さんにお越しいただいておりますので、お話をお伺いしましょう。小林さん、こんにちは。こんにちは。早速ですが、伊勢市パラスポーツ協会を立ち上げられた理由を教えてください。はい、約2年前になりますが、私がある障害者スポーツイベントに参加したときに、障害のあるお子さんのお母さんから、障害者スポーツのイベントや練習は県内ではほとんど北西中西地区が多く、距離が遠いので参加するのが大変です。なんとか南西地区でも活動の拠点を作ってもらえないですかと言われました。確かにそうだ、なんとかしたいと思ったのがきっかけで、仲間を集めボッチャを中心に活動をし、その後スポーツ課の方や伊勢市スポーツ協会の方の協力のおかげで、ようやく2年後に伊勢市パラスポーツ協会を立ち上げることになりました。伊勢市パラスポーツ協会ではどのような活動を行っているのですか？はい、現在会員は約30名います。新型コロナウイルス感染対策を行いながら、月2回から3回伊勢市内の施設や学校で主にボッチャや SS ピンポンを中心に活動をしています。また三重県障害者スポーツ協会やスポーツ課、伊勢市社会福祉協議会さんと共同で、主に伊勢市民を対象としたスポーツイベントを行い、誰でも気軽に参加できるいろいろな種目の障害者パラスポーツの普及活動や教室を開催しています。さまざまな教室などを開催することで、誰もが気軽にスポーツに取り組める機会を作っていただいているのですね。最後に伊勢市パラスポーツ協会の今後の目標などを教えてください。はい、今後は特定の種目だけではなく、いろいろな種目や競技に取り組んでいきたいと考えています。種目におきましては、伊勢市スポーツ協会に所属するスポーツ団体さんとも協力していきたいと思います。また伊勢市民の方々に企画するイベントや教室に参加していただき、障害者パラスポーツは特別な方が行うものではなく、誰でも気軽に楽しめるインクルーシブスポーツであることを知っていただけるような活動を行っていきたいと考えています。伊勢市パラスポーツ協会の活動を通してインクルーシブスポーツが伊勢市全体に広がっていくといいですね。小林さん、ありがとうございました。それでは小林さんに教えていただきながら、さまざまなインクルーシブスポーツを花照ちゃんと一緒に体験していきたいと思います。花照ちゃん、こんにちは。今日は一緒に頑張ろうね。それでは小林さん、まず最初に体験するスポーツは何でしょうか？最初に体験していただくのはボッチャです。ボッチャですね。花照ちゃん、前に体験したことあったよね。ボッチャは2021年東京2020パラリンピックでの日本チームの活躍を受けて一段と注目を集める競技となりました。目標球である白色のジャックボールに赤、青それぞれ6球ずつボールを投げたり転がしたりしていかに近づけるかを競います。今回は花照さんが赤ボール、西口さんが青ボールで早速やってみましょう。さて、競技が終わりました。判定はどうでしょうか？白のボールに対して赤のボール、青のボール、赤の方が近いので1対0で花照さんの勝ちになります。花照ちゃん、おめでとうございます。おめでとう。次は負けないからね。それでは次も張り切っていきましょう。小林さん、次はどんなインクルーシブスポーツですか？次に体験していただくのはバッゴーです。花照ちゃん、バッゴーはやったことある？ちょっとドキドキだよね。小林さん、バッゴーはどんなスポーツなんですか？はい、バッゴーはビーンバックを傾斜したボードに向かって投げます。ボードの上に乗れば1点、このホールに入れば3点です。今回は11点選手でやってみましょう。それでは結果を発表します。11対3で西口さんの勝ちです。やったー、勝ちました。バッゴーも楽しかったね。花照ちゃん、1対1で引き分けです。いい勝負ですね。それでは最後のスポーツに行ってみましょう。インクルーシブスポーツ、本当に楽しいですね。小林さん、最後のスポーツは何でしょうか。はい、最後に体験していただくのはディスゲッター9です。今回は12枚のディスクを投げて何枚の的を射抜けるかを競います。面白そうですね。花照ちゃん、真剣勝負だよ、負けないぞ。はい、それでは結果を発表します。花照さん5点、西口さん3点、よって花照さんの勝ちです。おめでとうございます。今回体験したボッチャ、バッコー、ディスゲッターはとても簡単に誰もが楽しめるスポーツですね。小林さん、ありがとうございました。それでは最後にスポーツ課からのお知らせです。スポーツ課では今回紹介したスポーツをはじめとするさまざまなスポーツ用具の貸し出しを行っています。地域や学校、サークルなどでご活用の際はスポーツ課までお問い合わせください。年齢や性別、障害の有無にかかわらず誰もが楽しめるスポーツはたくさんあります。この機会にインクルーシブスポーツのことを知っていただき、みんなでスポーツを楽しみましょう。